各上撲滅僕きたっしゃん。はい、ということで今日はですね、このサブアカの方をね、まあ、やっていきたいと思います。ちょっとね、お久しぶり、そうでもないか、まあちょっとあのサブアカのね、まあお久しぶりやろうかなと思ったんで、ちょっとサブアカの方をねやっていきたいと思うんですけど、ちょっとね僕最近思いまして、26でサブアカやるんやったら、いや枯渇もありなんじゃないかなと思って、枯渇最近ねめちゃくちゃ使ってるんで本アカでね、だからまあ枯渇のね、あのレベルサムルチもね面白いんじゃないかなと思ってね、このバレルとかギャングがねザップで処理されるっていう感じのあれが面白いかなと思うんですけど、どうですかね皆さん、どう思います？枯渇も僕ありやと思うんですけどね。まあでもちょっとレベルがお高いんですよね、このギャングがね。以上10人とかロケットが5とかね、ただこいつらはね、あれゴレデッキ使おうと思ってね、ちょっとレベルが高くなってるんですよね。まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ枯渇ちょっとね、まあ要望が多かったらやってみようかなと思います。はい、ということで今日はですね、26の方でね、まあやるんですけど、まあ今ちなみに5242なんで、5300がハンマーというところで、ここでね、2勝してハンマー行きたいですね。まあ、まあできるかわかんないですけど、まあやるんすけど、まあハンマー行きます今日はね。ハンマー行くまで終わり待てんということで。知らんけどね。まあとりあえずやっていきますね、本当に。いや、ハンマー行きたいですね、本当に。とりあえず、まあハグ行こうか。行っちゃうか、もうハグ行っといて。大体ね、こういう格下の時って相手ね、トルネ持ってないんで。おぉ、トリトン入ってんだけど、マジ？トリトン入ってんだけど、やば。ちょっと待って。お手札がやばい。しかもそういうことするやん。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。ラムキッターでも、今相手結構、そうやな、多分アド取られてるんで飛ばさない方がいいっすね。で、ファイブ打ちたくはないんで、いや、打とうか。これは打ちますね。めんどくさいね。どうせマスケからやっても多分、ファイブが一番多分いいと思いますね。おそらくね、アド取られないんで。まあ、マスケでもいいんすけど、まあなんか、まあいっか。痛いな。めっちゃ削るやん。今ので2、300削られました。痛いっすね。まあまあまあ。トリトン入ってたと、あえてトリトンの使い方知らないんじゃないですか、まさか。ああ、知らんぞ、こいつ。ちょ、待って、それめっちゃダリーわ。それめっちゃダリーわ。それはそれでダリーわ。マジで。オッケー。トリトン飛びついてきてくれたら美味しいんすけど、オッケーですね。飛びついてきてくれた。ああ、まあ、一応ね、一応スケ出しといてね、怖いんだよね。大って、なるほど。まあ、スケから合わせてあげて、ファイブレベル17で飛ばない。もともと飛ばないんですけど、ワンチャン飛ぶかなと思って。これ、アイゴレで延命しますね、一応ね。いやー、これだるいっすね、めっちゃ。めっちゃだるいわ、これ。ああ、これファイブ打ちます。美味しく。これは美味しいっすね。クリティカルヒットなんですけど、これ、打ってもね、死なないんすよね、これ。にゃん。ここで相手ラムとか来てくれたら、もう最高。もうあんた愛してる。I love you や、ほんまに。I need you やで。あ、いけ。はいはいはい。ここでね、そう、それが出てくるんで、あ、OK っすね。トルネあるんかい、お前。結局トルネあるんかい、お前。そんだけ、もったいぶっといて、今更かい、みたいな。なんやねんっていう。まあ。まあ、ここで、待って、誰、めっちゃ誰。やめてや、もう、ミニメ強い。しかも、マスケが飛んでいく。やめて、ちょっと待って、めっちゃきつい。なんか、うまいんだけど、相手めっちゃうまい、なんか。なんで？俺が下手くそなんか。そういうことはない。それはない。いや、どうしよう、これ、取るねあるんで。いや、もう、これ、むつか。むっといで。てか、普通にうぜえな。デッキがうざくね？もうほぐめたじゃん、こんなん。めちゃくちゃほぐめたじゃん。だって。ミニペ、トルネさ、何やったっけ？ミニペトルネのトリトン入ってんねんで。やばくないっすか？マジで。マジ、ほぐとんねえな。呪文削りで今、徐々に削ってるんですけど。徐々にね、削りつつあるんですけど。でもね、これに打つ微妙なんですよね、マジで。アイスウィズに呪文を打つかって言ったら微妙なんですよね。できればネクロマンシーとかに当てていきたいんで。わけですね。まあ、これ呪文間に合うかな。めっちゃ、全然まだまだなんですけど、トリトン来そうなんで。うわ、相手変えてきたし、なんか変えてきたし、相手も。もうトリトン打ってほしいな、お前。
おお、これは来た、最大のチャンス、これは最大のチャンスが来ました、これは最大のチャンスが来ました。巻いてね、トリトンも何やったっけ、あれもあれもあれも切ったんで、はいはい、ここスケ出しといて、はいはい、シャー、ざまあ見ろお前、よし、これあえてやりすぎっすね。あのミニペもラムもトリトンもトルネも切ったんでね、もうこれは生かしてもらいますよと、もうここぞとばかりのもうホグでしたね今のはね。はい、気持ちいいっすね。あと一勝でハンマーなんで、ここはねまあかませればなっていう感じで、まあもしかすると28とかでねなって5299みたいな、いや1タラみたいな、たまにあるんですけど、まあそういうことならん限りは多分展開じゃないよ、ごめん、ハンマーにいけると思うんで、展開っていつのどの先のことを考えてんねん言うてね、まあまあ、ホグ行こうか。相手10やん。相手10やん。俺より隠してん。でも、こういうやつに限って上手いんすよ。こういうやつの方が上手いんすよ。てか、レベルは高いっすね。大体ね、こういう格下のやつって、大体上手いんすよね。わからないですが、これ。格下でここまで上がってきてるってことは、まあ、それなりの PS があるってことなんでね。上手いってことなんですよ。おそらくね。僕の考えではね。まあ、どうしましょう、これ。相手動いてこないっすね。うわ、めっちゃだるいわ、それ。とりあえず逆行っといて、ね、いや、うわー、ちょっと、なんかもうめっちゃだるいな、それ。もう、なんかもう、とりあえずね、もうネクロが鬱陶しい。ネクロの採用率半端ないです。ネクロとウィザードの、終わったくせえ。マジで終わったくせえ、これ。これ終わったくせえな。これ、バルキーだけ、こいつで芝居てあげて、あとはね、スケでちょっとダメージを抑えてあげつつ、痛いな。まあまあまあ、その分入ってるんでね。うわー、死なないんだ。これに鬱陶咲くん、ちょっと嫌っすね。今の、あー、嫌っすね。で、インフェがあるんですよね、相手。インフェがあるんで、まあ、1周目でインフェ使わせて、2周目のね、ホグをね、刺しに行ければなっていう感じで、行きたいと思います。はい。4の目。OK ですね。まあ、とりあえずホグ出して、とりあえずインフェ出てくるんでね、相手ね。はい、で、インフェできますね。10人は多分ね、もう何しようが突破できないんで、ね、もう捨てるしかないっすね。1周目のホグに関してはね。まあ、とりあえずマスキー合わせるか。まあ、呪文がね、ちょっとわかんないんですよ。穴雨だけなんで、ワンチャン冬打ちの5とか来たら俺死んじゃうんですけど、しかもね、レベル11とかのね、やばい。やばいやばいやばい。遅れた遅れた。めっちゃ遅れて、悲惨なことになってる。しかも、確かなんですけど、何だっけ、あれがあるんですよ。スケブがあるんで、ですね。ファイボで呼んでもよかったんですけど、ワンチャンインフェ回してくるかなと思って、まあ、相手がそのままの普通の方でしたね。まあ、ワンチャンインフェ回しておくかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、何が怖いって、これで、あれが来た時なんですよ。何だっけ、あれあれあれ。これでファイボとか来た時はね、いっちゃん怖いんですよ。よいしょ、守れた。オッケーっすね。でかいっすね。まあ、おそらくファイボないんで、これは勝てそうっすね。まあ、おやつと言わんばかりの。オッケーっすね。これは、抑え、マジ？ここで？で、ここ絶対スケブ来るんで、絶対スケブ来るんで、100% スケブ来るんで、呼んであげてね。はいはい。よ、ちょっと待って、バルキー、やめて！やめてや！オッケー、オッケー、一発よいしょーい、オッケー。展開じゃないわ。ハンマー、行きました。何回間違えるんで、もうね、最近もずっとね、展開とか、まあ、本枠がそうなんでね、言っちゃうんですけど、オッケーオッケーオッケーですね。美味しい。あれ、報酬もらえないですね。まあ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 。まあ、あと1戦だけね、やってね、まあ、終わりたいかなっていう感じで行きたいと思います。いや、まだ2戦よな、確か。2戦なんで、まあ、もう1戦だけってね、やっていきたいと思います。どうしようかな。初手よく言っちゃっていいですかね。まあ、正直言っていいですか。もう、多分、格下ってここら辺のトロフィーってトロネ入ってることはほぼほぼないんで、もう初手ほぐしていいと思いますよ、多分。ここに関してね。ここに関してはちょっと初手ほぐしてもええんちゃうかっていう、あれはあるんですよ、僕的にね。まあ、おそらくトロネ入ってるってなかなか珍しいんでね。ここのトロタイで、え？そんなん言ってた。一発目からトロネ来ましたね。やば。そんな言うてるからや、言うてる境にって言ってね、本当に。あれですね、ファルチホグですね。ってことは、ここで、ケツマスキすると、ロケットピューン飛んでくるんで、多分マスキでちょっと高めからの方がいいっすね。で、多分バルキリー蓋はしてこないと。違うやん。普通にスパーキーやん。じゃあ待って、それやったら、俺のこの、悲しみの、あれ、マスキはちょっとどうしてくれるんですかって言って。とりあえず逆振るけど、やばい。チンパンやった、こいつ。
こいつチンパンやった、マジでやべえ、マジでやべえ、やべえ、こんなん止まらへんやん、もうこんなん止まらへんやん、もう助けて、もう誰か、もう止まらん、こんなん無理やん、こんなんこれはえぐい、これはえぐいってやつしか言えへんやん、こんなんもう無理やん、こんなん、いやいやいや、逆再ほぼ飛ばさんかったとしてもよ、たぶん守れる自信はないっすね、今の。いやマジちげえな、これはこれが無理でしょいやいや、これはちょっとおつらみっすね、まあよくないっすねいやしかもさ、エレキこれさ、もうマッチやん、このエレキめっちゃうぜえんだけど、こっから勝てる未来が見えませんね、僕にはとりあえずマスケ出すんですけど、ですね、なんでいいよっ、ぴょっ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 、打たして、いやどうしよっかな、これ、いや待って、しかもさ、これもしかして、もしかして、もしかしてだけど、やばい、よし20し頑張れ、んーよいしょ、 OK で、ここに多分相手出したがるんで、あのメガネイトをね、だから右に揺さぶってあげると OK、 しかもさ、これ解けるよな確か、あー全然相手のスケブの位置うますぎん、しかもエリゲだけで完封されましたね、やば、お強いっすね、あー終わった、これは終わった、マジで終わった、いやー、うん、無理、もうこんなん無理やんごめん、無理とか言ってダメだな、あ、うん、ダメだな、プロが無理とか言ってダメだ、もうちょ、もう一戦だけ行かして、ちょっとこれ違う話が違う、えグッドゲームで腹立つぞお前、お前親んぞわお前、もう一戦だけね行ってね、ハンマーになってちょっとねやめたいと思いますいやーオーケーオーケー、まあ隠したか、レベル10か、レベル10言うてもね、多分カードがね高いんですよ、レベル、カードのレベルが高いんで多分問題ないと思いますね、おそらくね、知らんすけどね、知らんすけど、わちょ待って、オーブンめっちゃだるいな、オーブンね受けれ、あでもアイスピーチ分には受けれるんか、取れね、え取れね、え出た出た、すぐそういうことするやん、えマジすぐそういうことするやん、マジでね、あの格上のスパーキーマジやべえ、止まんねえ、これでなんか前メガネと届きた、俺もう死ぬよいやつけてこうへんの、いやきたー、いやもう無理やんこんな、いやしかもそっちに来たら無理やて、あちょ待って待って待って、やめて、あ無理やん、もうちょ待って、 2連続スパーキーに負けるのはちげえ、ちょ無理やん、そんなん、ちょマジで、いやでも多分ホグ飛ばして無視してくるかな、まあ構えてくれることは信じて僕飛ばします、もうこれで、あ終わった、僕の夏終わりました、いやもう絶対守れへん、もうこんな絶対守れへん、もうエリアでえぐいもん、多分これもうすんごいよ、多分すんごいことだって、もう一見ちょっといけそうに見えるやんか、そうでもないんよこれやべやべやべ、ちょ待って待って、もうえぐいてーマジで、いやもうネクロ強いよ、ちょ待って、もうちゃうやん、こんなんちゃうって、もうこんなんちゃうって、もうちょあ止まってじゃ無理じゃないですか、こんなじゃ待って、さすがにやべえこれ、ちょ待って、スパーキー2連に負けたんだけど、ちょ待って、しかも同じデッキっぽいのにやられたんだけど、あこれはさあるじゃん、なんかあのグロランでも グローバルでもさ、こういうやついるんですよ、あの一人だけね、あうん、ちょっともうメガナイトプラススパーキーの組み合わせダメじゃないですか、こんなん、ちょっともう僕苦手っすわまあとりあえずね、ハンマーはいけたんで、まあちょっと許してください皆さん、ハンマーいけたんでちょっと許してください皆さんちょっとやべえなマジで、ちょっとハンマーいけたんで、ちょっと今回はねちょっとお許しください、さすがにもう一戦ちょっとね疲れてるんで、ちょっと行きたくないですねまあね、はい、
ということで、今日はね、ここら辺にしておきたいと思います。よかったらね、枯渇の方もね、ぜひやってみたいと思うんで、枯渇もね、多分ね、レベル3面白いと思うんですよ。これ、ザプトがエクサレたらね、やばいと思うんで、多分ね、面白いと思うんで、ぜひね、やってみたいと思うんでね、まあ、よかったら意見とかね、くれたらね、コメントとかでね、くれたらね、ありがたいです。はい、ということで、この動画が良かったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで、お疲れ様。